はい、どうも皆さんこんにちは。はい、今日は有馬温泉からスタートします。隣のキングスマッサージも空いております。こっちの右側ですね、サリカマッサージも開店営業しております。サリカフェはねもちろん空いておりますね。ちょっとこのままの足でプラプラっとカッポの方覗いてみましょうか。多分何もないと思うんですけれども、お昼間のスリオン散策も面白いものでございます。今日はね8月7日日曜日、ただいま夕方3時半頃でございます。スターバックス、あれはなんだ、南帝っていう日本食屋さんでしょうか、なんかありますね。この辺のパッポン2の方を覗いてみましょうか。はい、昼間のパッポン2とかってね、はっきり言って何もないです。これは何でしょう、ゴーゴーボーイショーっていうやつがね、フレッシュボーイズで、右がドリームボーイですね。この辺のバーもでこの時間はね、こう修理したり準備中っていう感じですね。夜にしかね見えないところが多いですけど、この時間って何があるんでしょうかね。遠くの方からなんかどっかのバーが営業してるんでしょうか。ハローという声が聞こえてまいりました。特にね何もないですけれども、なんかこうローカルなね音楽がかかってきてていいですね。ここら辺のバーもうこの時間から空いてるんですね。本当に何もないよねこの時間は。フードランド、コスモスクラブ、まあ、この辺も何時ぐらいから開くんですかね。この辺のバーって5時ぐらいから開くんでしょうか。パッポンミュージアムっていうね、一応美術館みたいになってるんですよね。パッポンの歴史を書いてるっていうふうなことで言ってますけれども、この辺もまだ行きもありません。なんか通行止めしてますけども、なんか工事してるから通行止めっていう感じですね。な感じなんで、ちょっとここ右曲がります。パッポン通りの方行きましょう。はい、お昼のパッポンはどうなってるんでしょうか。ちょっと見てみましょう。何もないんですけどね、何もないからこそどんな風になってるのかを見てみたいっていうのがありますよね。はい、昼間のパッポンに出てきました。本当にね昼間のパッポンは静かな雰囲気でございます。人通りも少なくてね、ゴーゴーも何も営業していないっていうことですから、まあ、なんて見やすいんですかね。キングキャッスルとかのね料金もパッと見えますね。もう日本語で書かれてるぐらい日本人の方がよく来るところですね。入場無料でね、ソフトリンク130バーツ。あれですよね、パッポンあたりでソフトドリンク130、ビール170でしょ。ナノとか行ったらもっと安いですね。ソフトドリンクいつもコーラ100バーツだと思います。ソイナナ行ったらコーラ60バーツ、ソイカでもだいたいそうですね、コーラ100バーツなんで、まあ、比較にはならないですけども、パッポンは
微妙に高めなんでしょうか。そんな感じがします。キングキャッスル、ただいま営業準備中ですね。ちょっとこの足でね、谷屋にも行ってみましょうかね。この辺のビルのテナントとかもほとんどもうレンタルになっちゃってますね。一応奈良屋はこの時間もオープンしてんですね。いつも夜に来てて閉まってるとこしか見てないんであれですけども、八本の奈良屋は一応開いておりますが、朝10時から夜7時半で終わりというふうな形になっております。まあそうですよね。まあナイトマーケットが開いてければもっと遅くまで開くんやと思いますけど、モンティーンホテルのとこまで来ました。じゃあちょっと谷屋の方まで行ってみます。はい、サリカフェ前です。今販売しています。なんかケーキとか、これどういう意味なんですかね。カンナトニック、どんな飲み物出すんでしょうか。気になるところではありますが、まあ私は飲まないです。ウォールストリートタワーのとこですね。スリオン通りもやっぱりこの時間まだまだ静かですね。あんまりお店もなく、空いてる店も少なく、マッサージ屋さんとかも全然ないですよね。この辺がね、もともと賑やかやったとこですけれども、夜も静かですけれども、昼間も変わんないですね。ほとんどがもうレンタルっていう風な形になっております。でこっちの方に行きますと、カノンタニアっていうところになります。はい、昼間の谷屋通り入ってきました。別に呼び込みも何もなく静かな通りでございますが、ネイルカフェ、つるうどんありますね。完全なんか中華料理っぽいお店になってますね。いろんなクラブの看板があります。鳥そばのなせってこの時間は空いてないんですね。夜だけオープンなんでしょうか。なんかよくわからないジーヤっていう何屋さんでしょうか。牛丼とかのお店ができてますね。この辺が谷屋の中心街ですね。ちょっと写真撮ります。カンナビス販売、ここの薬局さんでも両替とかもやってます。2630、今日空港のねターミナルで見たら2404でした。谷屋の中心部入ってきました。この辺のマッサージ屋さんとか空いてますね。でラーメン店とかも空いてます。昼間来ても何もないっすよね。内田屋さん、何屋さん、匠、本当夜と昼の差が激しい通りですな。まあ、これはこれで面白いですけどね。
世界の山ちゃんって正直食べたことないな今まで。この辺のビルも全部開いてますけども、建て替えてもするんでしょうか、それとも改装するんでしょうか、気になるところではあります。5ストーリー5階建てビル4セールになってますね。どんな覚悟で売ってるんでしょうか。はい、右がタニアプラザのビルですね。タニアプラザのビルはね、ゴルフ道具関係よく売ってるお店ですので、ゴルフ関連される方はほとんどがこのタニアプラザで買い物される方が多いですね。夏休みだからでしょうか、結構ファミリーっぽい方が多いような気がします。この辺りも体計算があるところですね。まだ準備中だと思いますが、日本円の両替はね、こちらの方のタニアスピリットさんすごい有名ですからね。ちょっと今日は寝れてくるか分かんないですけども、かなりいいレートで両替してくれることで有名な場所でございます。このフーターズ跡地もまだどこも入ってないですね。これから入ってくるんでしょうか。はい、谷屋通りでございます。ちょっと横道取れましょう。さっきの谷屋を左に曲がって、次左に曲がったところが谷屋の裏側に矢田ビルっていうところの通りになりますけれども、ゴジラシャツ、バンコクシャツ、ここはもう BTS の駅のところですね。はい、谷屋の横通り入ってきました。まあ、今日日曜日ですから休みですけれども、まあ、平日は大体どこに店も開いてますね。すごいこうアロマのいい匂いがしてます。トマトヌードルさん、意外とね人気あるんですよね。でも今見たらトマトヌードルラーメン M280 バーツとかしてますね。結構いい値段してます。カレーライス1.2 キロ269バーツ。すごいな。普通のカレーで150、120バーツからスタートですね。はい、なんとなく日本のね、似てるような看板がありますけど、ここは牛乳屋でございます。この牛乳屋意外とね、安いんですよね。あ、でも、牛丼 M180、L220 バーツになってますね。でもここね、豚丼の方が美味しいんですよ。豚丼 M130、L150。私、ここの店来たらいつも豚丼食べてます。こちらは、もともとこうカレー屋さんやったけど、今は焼肉屋さんになってますね。カレーうどんなんてある、150バーツ、ハンバーグ180とかいいですよね。カツカレー180、おー、いい感じかもしれない。博多ラーメン150、バラチャーシュー麺140、量はどれぐらいなんでしょうか。ちなみに平日は23時まで、木金土24時までいいんじゃないですか。大阪王将さん、ジョエンさん、ゴールドカレー、原始焼き、まあ、こっちの方もね、いろんなお店ありますよね。ほとんどが、まあ、夜スタートですね。ここ中華料理のシャングリラレストランでございます。あれ、ドクターポンクリニックがフォーレントになってますね。こんな感じの谷屋通りでございます。リンガーハットってそういえばあんま入ったことないな。
冷やし中華ごまだれ美味しそう160バーツ。まあ、ついついこうやっぱり簡単なねラーメンとかカツカレーとかで値段をついつい比較してしまいますね。矢田パーキング今日なんだかんだ涼しいんですけど、やっぱり歩いてると汗かいてきますね。はい、谷屋通り出てきました。谷屋本通りもね昼間はこんな感じで寂しい感じですよ。谷屋本通りなんて言ってますけども、まあ、メイン通りのことを本通りと言っていいんでしょう。もうね、本当に日本風のカラオケのね看板がたくさんあるところでございます。ここ横行ってクラブアイの方行ってみましょうか。ほんのちょっとね一つの通り行くだけでもう暗くなるんですけども、この右の階段上がっていくとクラウンプラザホテルの方に出れる抜け道になります。クラブアイすごい有名ですけどね、今クラブニューアイに変わってますね。この辺りも昼間に来るのと本当夜に来るのとは全然違いますよね。谷屋イン、こんなとこホテルあったんだ。本当に夜は昼来ても本当暗いですよね、この辺り。寂しい感じがします。ラウンジエミ、花火、ペンちゃんの店とうとうありますが、あそこのエレベーター怖いんで正直嫌いです。谷屋のねここのタイ料理屋さんで食べられる方も結構いらっしゃいますね。カーホムタイクイジーン、ここでねご飯食べるともうそっくりそのままね夜のお店に行けますから便利ですよね。はい、ちょっとした谷屋通りです。メイン通りをねこんなに堂々取れるのはこの時間だけでしょうか。さっきからこれ見てるとね美味しそうなんですよね。あれ、ここ何屋さん、もともとレンタルになってますね。もう何屋さんがあったかも忘れちゃいましたね。はい、真っ昼間の谷屋通り散策こんな感じでございます。セルうどんとかもね、入り口とかにメニューは何も貼り出されてないんですよね。値段わからんかったら入りにくいですよ。はい、真っ昼間のパッポンと谷屋散策終了でございます。はい、これからねまたまた夜のね改めて見させていただきますので、その時はどうぞまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。